日本二宮美穂が初日の銅メダルに続いて今度は金メダルをかけて登場です。対戦相手は強敵キューバのベルトラン。前回のパリの世界選手権でこの無差別金メダルを獲得しているのがベルトラン。4分間の決勝が始まりました。ベルトランの払い腰、これ言った技を不用意に受けちゃいけませんよ。先に攻めることです。はい、今度は逆にコスト掛けに行きましたベルトラン。二宮としては先ほどのように足技を出して、はい、大内から体落とし、あるいは大外刈り、動いていきたい二宮です。まあ、ベルトラン選手とすれば、はい、投げるというよりは大内に行った。やはりこうやって技を出して反則を取って勝とうというですね、作戦だと思いますよ。ベルトランは背負っていきました。前回のパリの大会の時、無差別で二宮は2回戦でこのベルトランに敗れました。その後敗者復活に回って銅メダルを獲得しています。しかし今年に入ってからはフランス国際でベルトランを破って優勝したのが二宮です。はい、先に技を出せばですね、相手の方がバテてきますから、一本を取るチャンスもあると思います。また払い腰に行くベルトラン。組み手争いという点はどうですか、二宮は。釣り手の方ですね、はい、襟を持った方の手をですね、どうしても持ち負けてますので、はい、相手に技を仕掛けられますね。木村コーチはとにかく足技が出るときは二宮の好調の時、はい、リズムに乗せれば二宮は力を発揮するという話をしていますが、そうですね、ここは強気で攻めてもらいたいところです。さあ組み手争い十分に組めるか。先に出してほしいですね。ここさ今と止められた。そうですね、両者に指導でしょうか。両者に指導でしょうか。二宮だけに指導が行きました。このタイミングで取られたので、はい、どうしてと思われるかもしれませんが、そこまでのところでやはりベルトラン選手の方が技を出して体落としですね。はい、これでいいんです。得意の体落とし、はい、どんどん攻めていって、はい、逆にかえってですね、二宮選手指導一つ取られた方がペース上がってきますから、その方がいいかもしれませんか。はい、いいと思いますよ。必ず取れますから。そうですね、はい、また投げ落とし、投げられますよ。投げれますからね。今日は二宮は2回戦フランスのジョランを、はい、3回戦オランダのハーテベルト、そして準決勝でブルガリアのボジロバを破って、はい、今前と体落とし行ってますからね、はい、この辺りで大内刈り後ろですね、前を見せて後ろもですね、面白いと思いますけれどもね。おそらく指示が出ているはずですが、まだ時間はたっぷりあります。もう力ありません。大内倒ですね。大内だ、もう一回、そして体落としがある。あっと逆にやられてしまった。ベルトラン一本だ。いいリズムで二宮が攻めているところでした。ちょっと追っかけすぎましたかね。強気でいいリズムで攻めていた二宮でしたが、その反撃を縫われてしまいました。そうですね、攻めた後ですね、ちょっと体が流れましたね。キューバベルトラン、この無差別連覇です。前回のパリに続いて無差別金メダルはベルトラン。残念、二宮悔しいですね。攻めていながらでしたが、はい、この辺りも二宮の流れだったんですが、そうですね、ここでですね、釣り手を持っていなかったんですね。はい、これが相手の方がしっかり握っていたところがですね、はい、やはり、まあ、しかし攻めに行ってるんです ね負けですから、はい、これはもう致し方ないと思います。そしてメダルもこれで銀メダル獲得です。二宮は前回に続いてこの大会も銀メダルと銅メダル、前回以上というわけにはいきませんでしたが、前回と同じ銀と銅2つのメダルを獲得しました。ベルトランが2連覇を達成しています。